今ね、いろいろあって病院にいるんですね、病院で。その病院にいるペンタ君のその病院でなんとクラスターが発生してしまいました。クラスターが発生してる病院に今ペンタ君います。なのでちょっとまだね撮影がねできそうにないんだよね。なのでちょっとダイパはちょっと撮れるか分かりません。申し訳ございません。はい、ということで僕は左側です。左側ゲームの実況もしよう。ゲームの実況、こんなね不安になることをみんなに言いながら実況するのもなんですが、じゃあやっていきましょう。相手ダブル打ちはできないか、大丈夫そうだね。あー、それは強いね。ラッキーがあったら辛いね。あ、黄色消える。黄色消えるんで、おそらく耐えます。青も消えてくれて。で、今、ボール1。ボール1してるから、相手のボール見よう。紫来る。紫の方多そうだね。紫多そうで、あー、助けてくれ。いや、間に合う。危ない。赤ヘキサゴンギリギリ。赤ヘキサゴンギリギリ間に合って。崩れる？大丈夫？危なすぎる。素数とあとなんか自然数とか素数とか偶数奇数、あそこら辺はねもっとね分かりやすい言葉をね使った方がいいと思います。僕どうしようかな。まあ一応待っとくか。一応待ちながらダブル打ち決めても相手は粘る。ありがとう、コメントありがとう。カイトさん、ミキバン遅れました、ありがとうございます。こんばんは。打楽器さん、久しぶりに来ました、ありがとうございます。運命の歯車が噛み合わなかった。はい、歯車ね。でも歯車ってすごいよね。考えた人は天才だと思う。だってあんなさ複雑にぐるぐる回るのさ、ぴったり作れないもん僕だったら。でもシックスボールパズルっていうのは歯車を揃える、そういうものなのかもしれない。はい、この歯車を揃える、しっかりと勝つための方程式をね積み上げていくっていう意味では数学のようなものなのかもしれない、シックスボールパズル。ちょっと何言ってるかよく分かんないね、やめます。置いた後にヘキサゴンを作ると、赤消えるね。赤消えて紫が消えた、で黄色も消える、で青が狙えないな。青を狙います。一応青を狙うけど、よいしょ、黄色でもいい。いやー、これ厳しいな。黄色と青を狙ってたんだけどちょっとボールが来なかったね。相手のボール見てるけど赤たくさん来そう。赤と緑が来てくれると。崩れないか？崩れた！オッケー。崩れてくれて、黄色作ろう！黄色。これ黄色作ると、なんかいいことが起きそうな気がする。気がするだけです。よいしょ。黄色作って相手は明かすと、オッケー！このピラミッドが起こる予感がしてました。このピラミッドからのラッキーピラミッド、これは相手の盤面を埋め尽くしたのではないかと思います。いいプレーだと思った方は高評価よろしくお願いします。決まったはず、これは決まった、決まらないはずがない。オッケー、ボールが崩れてくれるのであれば、次緑トリプルね。緑トリプルいきます。いや、強すぎる！それ強すぎない？それはさすがに強すぎると僕は思うよ。緑トリです、緑トリ。緑トリ来る。緑トリ来て、で、木トリもまた来る？よいしょ。で、この後に青トリが来る。きっと。この後青トリ来ます。覚えてる、ボール。青トリ来るんで、青狙うのあり。ストレート、いや、よいしょ、青鳥絶対来る、青鳥が来る、青鳥来ないね、青鳥意外と来ないな。ボール覚えよう、ボール。いや、ラッキー大きすぎ、ラッキー大きすぎね、ラッキー大きすぎじゃない、それは多すぎるよ、多すぎ。ちょっと止まらない。夏休みが来た、ついに夏休みが来ました。ちょっとね、今日ね久々の配信でテンションが高めなんですが、皆さんは夏休みどうでしょうか。僕は楽しみで楽しみで仕方がない。よいしょ、ヘキサゴン決めて、相手もヘキサゴン決まってますよと。まあと青が消えるとねタイムロスになると思ったので、青が消えます、結局消えます。一番のタイムロス、タイムロス決めて、青かな、青狙いたかった、
あ、青狙いたかったけど残念ながら決まらず、緑かな。この後緑トリプルダブルかな、なんか来ると思う。緑は来てる。 OKOKOK、緑ダブル来てくれました。さあここで一気に崩れてくれないと厳しい。来てる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 来てます。これは来てますよ。相手もダブル技でヘキサゴンとストレートなら大丈夫。いやー、これ積みミス、積みミス決めて緑を決めて、相手は紫緑のリーチができてて、ラッキーが強い、ラッキーが強いです。こっちも強い。崩しが見えてる、崩しが見えてて消えるね。集中、ミドスト、ミドストで勝てる。勝てません、もう勝てない。これは間に合わなかった。さあここから、青消えた。いや一気に消えちゃったな。紫だね。ネクスト見て紫多かったんで紫に切り替えていく。相手の緑はあまり崩れない、いや崩れます、結構崩れます、結構崩、強くない。今日の相手、今日の相手強いね。赤、赤か青で、青早い、青早くて、相手はこれは決まったんじゃないの、さすがに、さすがのさすがに。 OK、 なんとか勝った。いい積み方ができていても、それに運がついてくるかはわからないということで、さあ積んでいきましょう。僕は左側、赤と黄色のダブル打ちができないので、まあ一旦決めて、相手はダブル、おっとラッキーはないね。あるね、ラッキーが強いね。それ決まるなら何でもありだ、それ決まるなら何でもありです。紫、紫ピラミッド、紫ピラミッドを作っていくと。いやー本当に厳しい。いやナイス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 、もうそのぐらいあってもいい、そのぐらいあってもいいと思う僕は。今日の僕はね、そのぐらいのご褒美が欲しいです。はい、さあ崩れて、時代が来た。いやこれね、僕の運がいいと思う方もいるかもしれませんが、もう純粋に収束してます。運が収束してない、収束してない、収束してないね。コロナぐらい収束してないよ、全然収束してない。え、僕にもうちょっと、もうちょっとラッキー欲しいよ。相手の方が多いよ今、絶対多い、100多いです。待て、まずい、まずい、よいしょ。青のヘキサゴンできて、相手もヘキサゴンできて、崩れないんで一旦崩してピラミッド作る。危ない、このとっさの、とっさの崩し力、今のは100点満点じゃない？今の100点満点だと思った方はグッドボタン。ラブだね。心の器が大きくないと愛は生まれない。僕はそう思ってる。まず紫。紫決めて、はい。そして、黄色を狙いたいけど、待って、崩れる。危ない。黄色を狙いたいけど、間に合っていく。しっかり間に合って、崩れたね。で、ネクストが紫ダブルか。ネクスト村ダブ。あ、紫来てる。紫来てる。オッケー。さあ、相手赤で、ボール崩れるかな？崩れてるね。僕は崩れた。相手も崩れた。黄色赤。いや、これ緑にしよう。緑の方がね、崩れてくれそう。あー、紫でよかったかも。赤。赤は無理。赤無理で。緑。危なすぎる。オッケー、赤間に合いました。さあ、ラッキーストレート、耐えた、これが耐えです。辛抱強さ。